はい、ではこちらお願いします。笑顔でお願いします。We try, we love, we conquered, I won't forget the taste. Oh no, I'll never say never again. I'll never say never. Lost in time, lost in time, lost in time. So so far away. はい、ありがとうございます。名古屋さんでは今しっかりお出迎えいただきましたが、はい、ありがとうございました。今頃なんでこのおにゃんこのメンバーでこの6人なのか5人か入れてもらえるのかな、はい、あんちゃん入れちゃった、ごめん、あんちゃん入れちゃった、ごめん5人でやるのかっていうことがとても疑問に思われている方たちもいらっしゃると思うんですが、私たちも、現役で芸能界で仕事をさせていただいたり、海外で家族を作ったり、それから日本で家族のために頑張っていたりとかってみんなしてるんですけれども、やっと家庭にもなれ、子どもたちも手が離れ、なぜか知らないけれども1ヶ月に1遍ぐらいご飯食べるようになったんですね。でその中でカズちゃんが社長とお友達で、ね、社長がおにゃんこのファンだとおっしゃっていただいて、実は何かコラボができないかと、ヒールを作りたいんだけれどもとおっしゃって、でもこのメンバーまとめるの大変ですけど大丈夫ですかみたいな話から始まって去年の夏ぐらいからずっと活動させていただいて、はい、今日に至っております。私は香港に住んでおりまして、今は主婦です。ご主人は？あ、香港人です。はい、はい、しっかり社会人です。しっかり働いてます。はい、フルタイムで？フルタイムではないですけど、まあいろいろですね、一日、そうですね、まあ、自分で好きなように時間を使える状況ではあるので、はい、好きに仕事をしながら働いています。芸能とは全く、はい、違うお仕事。どんなお仕事？ IT もしていますし、IT？ はい、昼間は IT ですね。私はオランダに住んでいます。それなのでいつもみんなとは LINE でコミュニケーションとって、で来た時にはみんなと会ってご飯食べたり騒いだりしています。ご主人は？ご主人はオランダ人。国際結婚が、でたまたまここ私と名古屋さんが海外組で、まあ、だけれども一番仲良いので、いつも日本に来た時には絶対に会います。ほとんど子育てをしてますね。で、あ、もうだいぶ終わったんですけど。ちなみにお子さんおいくつですか？一番上が22です。なのでだいぶ皆さんとお会いする時間も増えて、前は忙しくてそんな時間がなかったんですけど、今はもう大丈夫だよみたいな。男の子っていうのもなんですね。男の子、女の子。1人多かったよ。男の子3人で女の子1人です。うわ、おにゃんこ再結成、今5人で、アンミカちゃんが入ってくれて6人だったので嬉しい。じわじわとメンバーをこう増やして、それでコラボ商品いっぱい作ってみんなで海外に遊びに行こうかっていうそういうことを考えています。この要募集中です。ジャニーズさん、
です。はい。本当に残念です。あのクールスの頃からもう大好きだったので、はい。あと俳優さんとしてもすごく尊敬して、私共演あの若い頃していただいたことがあって、はい。すごく残念、びっくりしました。先ほど私ヤフーニュースで見せていただいて、お若いのにと思って、来年本当に30年、ね、なんでいろいろやっぱり。あの会社の方とか、あとおにゃんこに関係されてるフジテレビの方とか考えてくださってるみたいで、はい、だから楽しみにしててください。きっと何かが起きます。はい、はい。